はい、どうも、石川です。はい、皆さん、だいぶね、お待たせしてしまいました。皆さんがね、待ち望んでいただいたであろう、質問コーナーをね、やりたいと思いますよ、今回は。ほんと、ちょっとね、今ちょっと、ほんまにちょっとだけ寄ってるんで、いつもよりテンションが高いと思うんですけれども。パッパ行きましょうじゃないですか。まずね、1個目の質問、こちら。1個目であれですけど。タバコ吸ってますかですね。これはね、吸ってないですね。タバコはね、一切吸っておりません。吸ったことがございませんね、まず。やっぱりね、自分がお酒でこんなになんかもうアル中でハマってるじゃないですか。ってことは、自分は絶対、これからギャンブルとタバコに手出したら絶対にハマるんですよ。だからやんないっていうのが一番の、理由ですかね。吸いたいですけど、吸ったことはないですね。はい、絶対ハマるので。で、次の質問こちら。よく見てる YouTuber は、よく見てる YouTuber さんですか？めっちゃ自分マイナーなところ行ってるんで、皆さんわかんないかもしれないんですけど、イライラ大学生さんと、あとパーカーくんと、あとステハゲさんと、スーツくんと、ま、グラいいですかね。あとなんか音ゲーの方でね、テルクさんっていう方がいらっしゃるんですけど、ま、テルクさんとかもね、よく見てます。落ちちゃったんで、大学生の時からずっと見てて、はい。1年生からずっとね、見てたんですけれども、まあ、そこら辺を見てますかね。あんまり、だから、美容系 YouTuber とか、その、メジャーな、その、方の YouTube とか、全く見ないですね。よし、次。将来の夢はということですけど、もう、すごいなんか、抽象的なんですけれども、ネットでね、有名になりたいです。自分が結構ネットにはまり込んでたんで、大学生の頃から。だからそれで、なんか自分もネットで有名になって、その、元気とかね、この勇気とかをね、与えたいなと思って、それでネットで有名になりたいと思いましたね。はい、だから、今ほんまに夢を叶えてる最中でございまして、こうやって YouTube やってるのもね。だからこうやってね、なんか徐々に、夢が叶えられていってるっていうのがね、すごい数字化で見れたり、その実感できたりして、すごい今、人生で一番楽しい時間かもしれないです。はい。皆様ありがとうございます。そして次。で、好きな音楽、アーティスト。これはね、前言ったことあるかもしれない。あ、ないかな。好きなアーティストは宇多田ヒカルです。はい。宇多田ヒカルとアドです。が好きですね。なんて言うんでしょう、やっぱり宇多田ヒカルの曲が単純に好きなんですよね。その歌声も綺麗やし、もうほんまに歌も上手いし、なんて言うんでしょう、やっぱりこの自分がすごい聴いてて気持ちいい音なんですよ。そのアドはね、やっぱり、なんでしょう、自分も歌うんですけど、やっぱ歌ってて気持ちいいなと思って、難しいのは難しいんですけど、やっぱ歌っててね、リズムとかがね、気持ちいいんで、聴いたりしてます。あとは、バンド系が一番聴かないですかね。で、次はこちら。ジェパ様のプリクラ見たい。あ、全然いいですよ。どうぞ。まあこんな感じでね、プリクラはね、やっぱり実物と違う、まあそういう芸でやってるじゃないですか、プリクラって。うん。だからまあ、実物が違くても、まあ、許してもらったら、嬉しいな、思います。そして、次の質問、こちら。ヘアケア何してる？ヘアケアはね、ガチで何もしてないんですよ。ほんまに。これみんな、なんか嘘やと思われるんですけど、ラックスのシャンプーとリンス使ってて、それ以外はね、オイルとか、その風呂上がりとかには何もしてないんですよね。アイロンは、動画でも上げてたテスコもね、使ってるんですけど、このオイルをやってるとか、その毛先になんかその、特殊なリンス仕込むとか、そういうことは一切しておりませんね。で、次はこちら。おすすめのコスメ。おすすめのコスメですか？やっぱあれですかね、この、メイク動画でも上げてるんですけど、コンシーラーですね、ディオールの。あれめっちゃいいんですよ。自分、ニキビでめっちゃ舐めた時期があったんですけど、その何が一番隠れるかって言ったら、一番ディオールのね、コンシーラーが一番隠れたんですよ。なんかあれ、ちょっと高いですけど、ほんまに買う意味はあると思います。ディオールのコンシーラー。おぬめです。え、次こちら。どうしたら、自分みたいな声になれるのかな？あー。どうしたら、自分みたいな声になりたいですか？どうしたら、やっぱり、酒飲むしかないですかね。酒飲んで、酒焼けボイスにするしかないですよね。そう、だからいっぱいおすすめはしないですよ。全くおすすめはしないですけど。ま、いっぱいこうやって酒飲んで、酒焼けすれば、自分みたいな声になれるかもしれないですね。もうほんまにもっと高かったんですよ、前まで。ほんまに。酒が終わってしまった。ハムボをやりたいんですよ、ハムボ。なんか、うん、ありがとう。ありがとう。どう？できてます？ありがとう。うん、ありがとう。
ハムボとかね、そういうね、なんかもうメイドさんみたいにね、行きますもう一回行けみたいなやりたかったんですけど、もう無理ですね、そういうのは。次は、下。インスタをする予定はございませんね。今、YouTube、TikTok、Twitter で私も手いっぱい手いっぱいですので、そう、ほんまはね、やりたいんですけど、やってね、もっとなんか自分のことをしてくれる人を増やしたいんですけれども、やっぱインスタをやってしまうとね、私がね、本当にもう、手にスマホくっついたみたいになっちゃいますから、そう、今んとこやる予定はないですね。やっぱもうちょっと余裕ができたりとかするかもしれないです。次の質問、こちら。身長と血液型、身長が153センチ、血液型は AB 型です。血液型何型なんですかって、あ、 AB 型です、あ、やっぱりいいみたいななんですけど、次の質問こちら。20になって一番最初に飲むお酒のおすすめ、お酒のおすすめですか。やっぱり一番初め、自分もいっちゃん初めはね、ハイボール飲めなかったんですよ。ビールとかもまずすぎてなんか苦ってなって飲めなかった。でいっちゃん初めのほんまにほろ酔いとかですかね、もうほんまに庶民的なやつなんですけど、ほろ酔いから行って、でそっからスミノフにハマったんですよ。スミノフっていうね、ちょっとなんかジュースみたいな感じのお酒があるんですけど、でほろ酔いスミノフ行ってから、なんか急にもう一回ウイスキーとかハイボールとか飲み出したらいけて、でなんかハイボールそっから飲み出して、でまあビールっていう感じですかね。はい、だからやっぱり一番初めに飲むお酒はね、ジュースに近いお酒の方が、あんまりお酒に嫌悪感抱かずに、どんどん脳をバグらせていって、でどんどん度数の強いお酒にね、ステップアップできるかと思います。はい、やっぱりお酒嫌いな人ってね、多分いっちゃん初めにすごい度数の高いっていうか苦いお酒を飲んで、あ、無理やなって思うんですよ。でもやっぱりね、どんどんジュースから生かして、だからここだからちょっと言ったら悪いんですけど、なんかね、まあ、鳴らしていくみたいな感じでね、お酒のアルコール度数を高めていったらないいなと思います。はい、そして次こちら。趣味は何。趣味はですね、やっぱネット徘徊ですかね。やっぱり自分ネット民ですので、 YouTube 見て、 TikTok 見て、 Twitter 見てみたいな、もうほんまに休みの日はなんかゲームしたりとか、ほんまに一時サイクルくるくるしてて、もうスクリーンタイムマジ17時間とか、もうほんまにざらにありえるんですよ。まあだからネット徘徊とかですかね、趣味あ、趣味悪いですね、悪いですけど、外には出ないです。外ちょっとダメですから、出たらもう最近ね、夏も暑いですしね。次の質問こちら。洋服どこで買ってますか。アンクルージュとか、やっぱりその地雷の人がよく着るブランドです。アンクルージュで、ロジータ、エブリンとか、リズリサとかよく買ってましたね。はい、でも今はほんまによく興味ないんで、もう切れたらいいみたいな感じではありますね、今は。はい。